師匠がまだ吐いた。大丈夫なん師匠。てか、そういや、なんか臭いな、この辺。で、吐いたのは2階。あ、そうなん。ほな、ここはシンプルに臭いだけか。あ、てか、2階のどこで？奥さんの寝室。ってことはもしかして布団の上で履いてもうた？いや、それはえらいこっちゃやな。しかもこれこないだニトリで買うてきたばっかりのやつちゃうかったっけ。うわ、買っていきなりゲロまみれて。いや、ちょっと師匠君って、あ、師匠さっきよがちょっと遠なってもうとる。いや、まあ猫が履くのはようあることやからしゃあないけどね。まあにしても師匠はよう履きはんな。僕全然履けへんのに。まあでも履くのも含めて猫みたいなとこあるからな。しゃあないや、買ったばっかりとか関係あらへんし。いや、まあでもな、師匠はカリカリ一気に食いすぎるからな。そう考えたらゲロ掃除する奥さんらも大変っちゃ大変やけど。てかそれ汚れたんシーツだけ？中まで染み込んでたら大変やで。この時期布団洗って干しても羽毛布団なんか全然乾けへんで。まあ大丈夫そうか。てかあれちゃうの、カリカリ置きっぱなしやめて時間来たら都度あげるせいにって。待てよ、それはあかんな。ただでさえカリカリ入れ忘れる奥さんがきっちり時間通りにくれるわけあらへんし。で、あれ、わ、そんなとこでも履きはった。てか、敷きパッドも行かれてもうてんじゃん。まあ、その敷きパッドもう古いからちょうどよかったやん。ええ機械やから買い替えたら。まあ、いろいろ出費多いときに大変やろうけど。てか、足臭。ゲロの匂いと混ざってめちゃめちゃ臭いわ。で、あれ、どないしたんや、師匠。さっきまで遠いとこってミジンコみたいになっとったのに。さすがになんか申し訳なくなってきたんか？いや、まあしかしいろいろ言うては見たもんの、買ったばっかりでゲロまみれはさすがにちょっと同情すんな。まあ同情はするけど金はあげられへんけどな。てか同情するなら金をくれて、今考えたら言い分無茶すぎるやろ。で、あれ、師匠どっか行った？やっぱさすがに申し訳なくなってきたとかいうタイプちゃうな。ただ奥さん洗濯しに行ったからついてただけやな。まあしゃあないな。ほな僕もついてったるか。てか洗濯すんのに猫ついてきても何もすることあらへんけどな。ただちょっと可愛くて邪魔なだけやで。あ、奥さん、金はあげられへんけどなんか手伝うたろか。猫の手貸したろか。いや、なんか返事せえや。いや、まあ言うて最近の洗濯機はボタン1個押したらええだけやしな。猫の出る幕ちゃうか。てか師匠、一応は君のゲロ掃除してくれはってんねんから、もうちょっとなんかありがとうとかないの？って、いや、すごい挙動不審。まあ、ちゅうことでゲロの掃除なんて猫界の日常茶飯事なんでね。猫界あるあるなんで、今から猫と暮らす方は各寝具は全てゲロまみれになる思うといてください。あ、ほら師匠からも皆さんになんか一言言うたって。ゲロは吐くけど猫飼ったらこんなええことありますよーって。いや、なんか言わんかい。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら僕めっちゃ嬉しいけどな。